いたします。ただいまより大喜利のコーナーでございまして、このコーナーを進行させていただきます。落語家の三代目桂春蝶です。よろしくお願いいたします。皆さん、私はですね、改めて申し上げますけども、火曜日の10時から3時まで、桂春蝶のバタフライエフェクトという番組をさせていただいてるんですけど、今になってすごく思ってるんですけど、バタフライエフェクトっていうこのネーミングが結構難しかったみたいで、メールファックスたくさんいただくんですけども、よく間違えてるのは桂春蝶のバタフライネクストって書いてたりとか、桂春蝶のバタヤンエフェクトとか、ちょっと昭和な感じの間違い方とかで、一回ちょっと差し込んできてくださってね、バタフライエフェクトってちゃんと書いてあったんですよ。だからこれ合ってるやんかって、前を見てください。私の名前見たら2の春蝶のバタフライエフェクトってなってたんですよ。桂春蝶という屋号でございますんで、よろしくお願いいたします。さてですねフェイントですね、これつまずきました僕はい、ということでございまして、こちらのですね、兵庫気遣い王国ステージ、今から大喜利でございまして、笑点という番組ありますけど、木点というね、形でさせていただきたいと思います。木点のメンバー、どんな大喜利メンバーなんでしょうか。こちらの皆さんです、どうぞ。どうぞお座りください。はい、ちょっとすいません、一回ちょっと BGM 落としていただけるでしょうか。すいません、いいですかいじりにくいわほんまになんで僕だけ、そんな知りません、何の意味があってこの格好。いや、これラジオだから全然伝わらないんですけど白装束でみんな色のついているカラフルな着物を渡されてるのに、私だけ白装束。これでも三角のやつやって、いわゆる死に装束やつ。死に装束ですよ。なんなん？タニさんや岩ちゃん差し置いて僕早いんちゃう？いやちょっと待って。順番かよ。欲しい人出しました。なんかネタやろなと思って聞くんやけど、そうそうそう、はい、本人自覚ないねん。そう、全く。でも誰よりも楽屋で喜んでたから。とりあえずこちらの方から、自己紹介の方よろしくお願いいたします。はい、これでいてラジオ関西パーソナリティ三上君也の情報朝一、三上君也でございます。はい、そうでしまい、そうですか。なんか他に番組やってはるんやったら番組名とか言うてくださっても結構です。いや、もうそれだけでございます。あ、もう結構ですか。月曜から木曜まで朝やっておりますので、はい、よろしくお願いいたします。続きましてどうぞ。はい、私はですね、月曜日の朝5時30分からまず谷五郎のおはようファーム担当させていただいております、谷五郎でございます。で、同じくその月曜日のあんた10時からは谷五郎の心に聞くラジオ、これが3時まででございます。それからですね、毎週土曜日、朝8時からは谷五郎の笑って暮らそう、これ10時まで担当させていただいている谷五郎でございます。長すぎる。ところがどんだけ枠持ってるんですか。ところがこれしか仕事がないからもっとちょうだい。もうラジオ関西といえば谷五郎さん、はい、谷五郎さんといえばもうラジオ関西というね、もう本当に代名詞のような方でございます。続きまして、じゃあこの紫の方いきましょうか。ほら、ちょっと黄色を飛ばすな、黄色一番目立ちやすい黄色。すいません、オーラがなさすぎて見えませんでした先輩や、落語家の年収は年収聞かんといて月収はもっと聞かんといて。あ、そうですか。はい、言ってください。はい、毎週水曜日バンバン広海ラジオでショーで、アシスタントを務めさせていただいております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。次の吉地兄さんでございましてね。はい、ツッコミないの。ツッコ、もう終わり。いや、だからもう大したボケも言わんでしょ俺もツッコミにくいんですよ先輩や、十分ツッコんでるわほんまに。すいません。それでは続きまして、はい、私は土曜日夜7時から10時まで、生放送青春ラジメニアのパーソナリティ与崎和夫、そして、ラジオを聞いてる方は何のことが分からんと思いますけども、先ほどのこの公開ステージで散々ダメ出しを出されて金曜日の朝情報朝一をやっております与崎和夫でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、
はい、月曜から金、木曜日までですね、昼の3時からお送りしています時間です。林編集所、桂春蝶の蝶の名前をいただきまして、林編集蝶という芸名も頂戴しております。春蝶の一番です、林慎一郎でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いや、このメンバーで進めていこうと、はい、そこの横の、 まあ、楽屋というか、ま、待ち合いのところで、はい、三上さんと谷さんと岩崎さんが3人でなんかボソボソと喋ってはったら、もう入院患者の日向ぼっこにしか見えなかったんですよ。椅子座ってね、たまたま非常におぼろげな感じがでね、すごくいたしまして。大丈夫ですね、皆さん、体調の方は、はい、体調の方は大丈夫ですね。大丈夫ですね、僕ら2人一番あるから。そうやね。